こんばんは、こんにちは、サンデーレーシング一口話の、重賞ポイント見解、第2弾、アイビーサマーダッシュです。皆さんご存知のようにアイビーサマーダッシュベタですけど、外枠有利というのは皆さんもマスコミとかね、ネットの方で、配信されてますからわかると思うんですけども、一応念ため言っておきます。8枠7枠有利、8枠はね、副勝率 29%、 7枠は 33% です。ちなみに1枠と3枠はともに副勝率 5%、 2枠はね、意外にも 17% の副勝率があります。4枠5枠よりもね、2枠の方が、副勝率高いんですね。そういうわけで、まず、データの方、一つ目がですね、まず、過去10年ではですね、一番人気が連帯率なんと 90% なんですね。連帯を外したのは昨年のね、ベントボーチェだけなんですけども、私ベントボーチェ本命にしてたんですけども、3連複のねフォーメーションでね、見事、400倍超えのねで的中を収めたんですけども、そういうようにね、一番人気何になるのかちょっと、混沌としてますけども、連帯率 90%、 これはね覚えておいていただければなと思います。それから過去にですね、直線競馬、オープンクラスやね重賞でね、勝利のある一番人気になった馬はですね、なんと連帯率 100% なんですね。で、今年のね登録メンバーで、直線競馬のオープンもしくは重賞でね勝利がある馬は3頭しかいません。メディーバル、オールアットマンス、ライオンボス、この3頭なんですね。果たして勝つことができるのでしょうかね。続きまして、前走レースですね。前走レースイダテンステークスがですね、副勝率 29%、CBC 賞が 22% なんですけども、CBC 賞やね、青いステークス、函館サマースプリントからのね、参戦は今回、ゼロなんで、割愛します。2勝クラスからのね、参戦というのは 42% なんですけども、対象となるステルダイヤはね、除外対象となってます。3勝クラスからは副勝率 16%、今回はバンデルオーラ1頭だけということです。前走イダテンステークス組、シンシティ、スティックス、スワーブシャルル、ときめきファイヤーダンサー、ライオンボス、レジェロと、7頭いますね。まず、各項目でね、取り上げた、まずイダテンステークスの馬から振り返ってみたいなと思います。まずシンシティですね。昨年このアイビスサマーダッシュで2着、イダテンステークスではですね、6枠からスタート後に寄られてね、はっきり言えばチーンですよね。時計勝負の方がいいタイプだと思うんですよね。何しろ昨年のねアイビスサマーダッシュで54秒台のね、時計で2着してますからね。前回はですね56秒5ですかね、勝ちタイムが。両馬場とはいえですね、その前の週だったかな、確か、新潟大賞典が不良馬場だったんですよね。その影響もあった両馬場の馬場状況なんではないかなという気がします。今年はね開幕週で、ひとまずその猛暑ですからね、下手をすると53秒台の決着もあるんじゃないかなって気はします。スタートダッシュこの馬いいんでね、今回注目したいなと思います。次にスティックス、一番人気のねイダテンステークス、藤田七子騎手がね、騎乗したんですけども、スタートしてからね、馬場も答えたがですね、どうもスピードに乗れずにですね、外立ちを頼りに走っていたんですけども、結果その前に行った馬がね結構残れなかったという感じのレースだったと思います。今回ね乗り換わりになるんですけども、当初はね藤岡浩太に変わる予定だったらしいんですけども、
まあ先週の落馬不詳でね、ちょっとまだ 100% の騎乗ができないということで、今週は騎乗見送りということなんで、誰が乗るかは分かりません。スワーブシャルル、まあ、前走2幕でスタートからね流れに乗れませんでしたね。まあダートでね勝ち星が結構多いんですけど、芝でもねまあそこそこ走れてるというね、両馬使いと。ただルミエル・オルタムダッシュで構想した時っていうのはね、ハンデ戦で54キロだったんですね。まあ、今回ね、筋量が増えます。3キロ増で57キロ。正直ちょっとね、微妙な判断をせざるを得ないのかなって気がします。次はときめきですね。直線競馬では1勝してます。オープンでもね好走力はあるんですけども、55秒台の時計しかないので、まあ、今回54秒台の決着濃厚という馬場状況であればですね、まあそれなりに人気はなるでしょうけども、やや割引かなという気はします。ファイヤーダンサー、まあ前走ねその馬場とね展開面に恵まれた感じと、51キロっていうのがね、大きかったと思います。今回はですね筋量が55キロに増えます。まあ高速時計ではね、芝の線にでもそれなりに速い時計で走れてないので、やはりこの馬もね54秒台となると筋量増も合わせて、不利かなと思います。ライオンボスですね、まあご存知先着後者として、名を馳せた馬なんですけども、まあ、昨年のね、直線競馬2戦では共にね10着なんですよね。ですからちょっとその峠を越してしまったような印象はありますし、まあ普通のね千二のワンターンの競馬でも、調子がいい時はですね結構前目につけれたんですけども、まあ、今全くスタートダッシュが遅くなってしまっている印象はあります。まあやはり今回もね、微妙という判断ですね。続いてレジェール、まあ、昨年このレースでね16番人気で4着コンマ3秒差と、まあ私レジェールもね白三角つけてたんですけどね、まあ休み明けでね前回はまあ6着ということなんで、まあまずまずじゃないかなって気はします。まあ叩いて2戦目になりますし、外枠でしたら要注意なのかなっていう気はしますね。まあ昨年の結構早いタイムでの4着ですから、穴っぽいところはこの馬なのかなっていう印象ですね。その他気になるところ、まずその今村聖奈騎手が乗るメディーバル、まあ伊達テンステークスを勝ったんですけども、まあね56秒台の56秒5ですからね、まあ褒められた時計ではないと思うんですよね。でやっぱりそのスタートダッシュがそれなりにはあるんですけども、まあ他の馬に比べるとそれほど速くないのかなと。で今村騎手自身がね直線競馬ではまだ勝ったことがないんですよね。まあ、そういったところでね、団子状態になって混戦で馬群をさばくようなね叩き屋になるような感じであれば、この馬ね、進化が発揮できるんじゃないかなって気はしますし、今回ね筋量が5キロ増えるっていう点もね、どうなのかなって気はします。それからマウンテン娘ですね。まあ昨年のね直線競馬2回走って55秒1で走れてます。まあ54秒後半まででしたらねなんとかなるんじゃないかなっていう印象はあるんですよね。
まあ、あの函館でね2000使ってきていいとこなかったんですけども、まあね、そろそろなんかありそうな匂いはします。それからまあね、一番人気濃厚っていうのはね、ネット競馬の方では一番人気になってますけど、ジャングロですよね。まあ今回ね、1年以上の休み明けで、まあ本来であれば昨年のね秋のセントールステークスからスプリンターズステークスっていうね青写真があったんですけども、まあ、頓挫してしまって回避、まあ、今回ね、まあ、ケアをして、立て直してきての競馬になるんですけども、まあ、初めてなんですよね、直線 1000m が。まあ、逃げ切れるかどうかっていうのはちょっと未知かなと。でしかも58キロなんですよね。まあ、58キロで、まあ、ここ10年を見てると57キロ以上が、まあ、馬券になってないんですよね。でやっぱりオス馬ですしね、まあ、ここはねちょっと様子見キーンランドカップへの叩き台なのかなという印象はありますね。まあ結論から言いますと、やはり夏はこのレース牝馬が非常に強いですから、やはり牝馬を重視したいなと思います。まあ、そういった意味では先ほどね、取り上げたシンシティ、ときめき、レジェード、マウンテン娘、まあ、この4頭牝馬なんですけど、この4頭はちょっと馬券的には、期待したいなと思います。あとはね、昨年ね3着に突っ込んできたロードベイリーフ、まあ、この馬ね、はっきり言うとどうなんでしょうね。特にこの馬は枠順気にしないのかなって気はします。ですからこうなんていうのかな、3着争いにはねぜひ入れておきたい馬ですね。結構ねやはり直線競馬リピーターがね多い馬なレースなんで、ロードベイリーフはまあちょっとね3着の抑えには考えておきたいなという感じです。以上が、今回私の個人的な見解になります。アイビスサマーダッシュのね特別配信参加の方も、受付しておりますので、昨年400倍的中のね、現場の本音の馬券をですねぜひトライしてみたい方はですね、ご希望の方をいただければと思います。概要欄のブログリンク先からご覧いただいてお申し込みください。ではね、金曜日土曜日はね一押し馬等をですねショート動画の方で上げますので、ご参考にしていただければと思います。ご視聴の方ありがとうございました。